こんばんは、ネクストサバイバルでございます。今日はですね、ちょっと、今いろんな、音響絡みで、いろいろテストをしていて、まあまあ、CM15 っていう YouTuber のドリキンさんとかも使ってるマイクで今、音を取ってます。で、ここからこのオーディオインターフェースに入って、オーディオインターフェースもこれ Teen Engine Engineering の TX6 っていう6チャンネルの、オーディオインターフェースですね。で、この今チャンネル2に今入っていて、ちょっとこれハイが強すぎかなって言って、 EQ もここに入ってるんですよ。この3つの小さなノブをこう変えると EQ になってて、で、ローが今低いから、ちょっとローを少し戻して、で、今ちょっとこれリバーブをですね、20% ぐらいかけてるんですね。今このリバーブなし、ドライのままだとこんな感じです。で、これでリバーブをかけました。リバーブはですね、これ 20% ぐらい今入っていて、これ、こんな感じで今リバーブが入っておりますというところで、ライト、僕ライトぐらいが好きなんで、これで言います。はい。これでどうでしょうか。リバーブ今入っておりますというところで、お話をしたいなと思ってます。今日はですね、これ行ってきたんですよ。ソウルライター店。皆さんもうちょっと行かれた方いらっしゃるんですかね。これソウルライター店ですね。で、虎ノ門ヒルズの3階にギャラリーがあってですね、そこタダで入れて、これすごい楽しかったなと思ってご紹介しようかなと思ってるんですけど、ご存知の通りソウルライターっていうのはニューヨークの写真家で、50歳ぐらいまで広告の現場でガンガン撮影やってて、で、50歳ぐらいになってから現役のそのフォトグラファー自体をですね、まあ辞めてというか、あんまりこう表舞台には出ず、そこから自分でひたすら好きな写真を撮ってて、で、もう撮りためた写真だけでものすごい量あって、最後はDVD とか出てますけど、まあソウルライターとのなんかDVD が出来上がって、その後数年後ぐらい亡くなられたっていう感じなんですよね。で、そのソウルライターの財団が今まで彼が撮った写真をこうひたすらこう引っ掛け集めて、いろいろ見てるっていう、もうそれでもとてつもない量あるらしいです。というところで今日このソウルライターって見てきたんですけど、やっぱソウルライターってこれ何がいいってですね、僕の好きなニューヨークががっつり映ってるっていう、これがやっぱりいいのと、あと、彼が生きてた時代ってやっぱり、なんていうかな、最近のニューヨークではなくて、ちょっと前のニューヨークなんですよね。60年代とか70年代とか。なので、非常に、面白いわけですよ。例えば今ちょっとこれ写ってると思うんですけど、この写真とかですね、この写真とかすごい面白くて、僕はバッグが大好きでですね、この彼らが使ってるバッグがめっちゃ気になるなとかって思ったり、この当時はスーツケースとかない時代で、そもそもそのプラスチックでバッグ作るっていう技術がなかったはずなんですよね。なので全部レザーなんですよ。で、このレザーのバッグとかをこうなんか見ながら写真でも写ってるし、本当これ面白いなとかって思って、まあ、こういうのをずっと見ながらですね、写真展何点ぐらいあったっけな、50点ぐらいあったと思うんですけど、見させてもらって、やっぱりなんか僕自身もそんなになんか、その人の写真をこうどうのこうの見ながら、どういうふうに見たらいいとか、ああいうふうに見たらいいとかってそんなに、何十人の写真家さんをこう見てきたわけではないので、ソウルライターに限った話しかできないんですけど、やっぱりソウルライターの、この、なんていうんですかね、この縦方向の、この軸の遠近感っていうか、ここはボケてて、ここがピンと合ってて、こっち側がボケてるみたいな、この絵作りっていうのはやっぱすごい面白いなと思っていて、このラインですよね。このラインでどの位置に自分の目が行っても面白いっていうか、この、ま、ピタッと合ってる人を見ても面白いし、このボケてる人を見ても面白いし、この中の人を見ても面白いし、その背景のこの車とか見ても面白いですよね。というところで、やっぱソウルライターの写真の面白さっていうのは、やっぱなんかいろんなそういう奥行きの見せ方とか見方みたいなやっぱあるなって思いますね。これもそうですね。これ冬のニューヨークとか面白そうじゃないですか。で、これですね。こういうのもなんかすごい面白かったりして。で、あとこの、影でこう隠れてる。ごめんなさい。ちょっとうるさいですね。失礼して。
この影でこうやって隠れてるこの人とかもね、面白いなって思いますね。やっぱりこの CM15 は、これ、あれだね、マウントをどっかにしてあげないと、これ、まあ、こういうところの擦ってる、今ちょっと、こう、聞こえると思うんですけど、こういう擦り音がですね、やっぱり聞こえてしまうので、手で持つ方がいいかなって、最近思っております。でもやっぱり手で持つと、こういう作業とかやっぱできなくなっちゃうんで、開封動画とかできないですよね。なので、こういうふうに置いてあるんですけど、これ置いちゃうと、やっぱり、ちょっとぶつかっただけでガッツンうるさいんで、ちょっとなんか考えます。はい。というところで、ソウルライター展を見てきましたというお話でございました。うん。ちょっとソウルライターの方は最近ね、新しい分厚いやつが出てて、ちょっとそれ買おうかなと思ってるぐらい、今、うん、僕の中ではマイブームというか熱い感じです。DVD もね、昔見たことがあって、またもう一回見直してみたいなって思っておりますね。2013年にニューヨークで亡くなられて、89歳というところで、だからあれでしょ、50、まあいわゆる50過ぎぐらいで現役の表舞台から撤退して、80歳、まあ30年間、写真撮り続けてきたってことですよね。その表に出さない写真を30年撮り続けるってすごいなって思いますね。30年ですよ皆さん。だって20代から働き始めて30で50でしょ。やっぱり30年間こういうことをひたすらできるっていうのはやっぱり才能ですよね。これがなかなかできないですよ。そういう、例えばいいね、今だったら YouTube にしてもインスタにしてもいいねがないとか、社会との接点がなくて、そのひたすら写真だけを撮り続けるわけで、で、自分の撮った制作物は表に出るわけではなくて、いろんなこう、なんだろうな、そのアウトプットのラインが当時、まだ2013年ですからね、10年前で、デジカメなんて出てまだ20年ぐらいですからね、2013年って言ったら iPhone いくつぐらいだな、6とか、6持ちたとか7ぐらいだったと思いますね。ようやくなんか世の中いろんなアプリが出来回ってたような時代で、その頃、そうですよね。で、ずっと写真撮って、フィルムで撮って、で、デジタルになったらデジタル使って、みたいなのいいですけど、じゃあ30年自分のホームって、これ彼ニューヨークにずっと住んでて、ニューヨークで歩いて行けるようなところをひたすら撮ってたって自分で言ってましたけど、それが、じゃあ仮に自分の立場でですね、まあニューヨークでも東京でも香港でもどこでもいいですけど、そういうところで30年間写真を撮り続けられるのかっていう疑問をですね、自分自身にこう問いかけるようになりますよね。これなかなかできないですよ。しかもね、フィルムの時代だったらやっぱりフィルム1本使って36枚でしょ。で、まあ1日36枚ぐらいだったとしても、もうね、300日ですごい量になるわけじゃないですか、1000枚とか。それだけやって残って見直して、で、自分の一日っていうか作ったものを別に人に出さず、毎日毎日それが積み重なっていくって、やっぱ計り知れない、なんていうかな、努力じゃないし、本当に好きじゃないとできないし、なんか誰かの貢献とかコントリビューションって誰かのためになるようなことをやってるとも多分思ってないと思うんですよね、この人がやってた時って。だからその、なんだろうな、生きるための、まあ生きるために僕らご飯食べたり、トイレ行ったりしてるのと同じような感じで、その、社会との接点を写真で切り取っていったような人生なんじゃないかなって、まあ、その自分ごとのように思いますね。ということで、はい、なんかちょっと真面目に語ってしまいました。ソウルライターの展示会を見に行ってきたっていう話でした。これまだね、来年の1月13日までやってるんで、見られてない方はぜひ見てみてください。これこんないいのが無料で見れるのはですね、なかなかないです。ということで、ありがとうございました。ネクストサバイバルでした。